さて、今回からレベル5、マリオのスーパーピクロスやっていきましょう。今見えてるのは7までだったかな。だが10いくつはあるというのは把握してるので、うまくそれいけるかどうか。やっていきましょうか。まだ15なので、そこまで難しくはない。これが多分、どうなんだろうな、25ぐらいまではあるのかな。20あたりであれば、まだそこまで苦労することはないと思うんだけど。ここまで大丈夫。次は下から行きましょうか。これは簡単だな、多分。あ、押し間違えた。簡単だなとか言っときながらね。まあ、物理的なミスはもうしょうがないよね。ここまではなんとかなった。で、ここロック閉じて大丈夫。あれ？取っかかりがないパターンか、これ。1234。ここは大丈夫。1234。ここもいける。となると、ここは閉じられる。どうすればいい？ 1234。ここもいける。となると、14なので、で、ここは閉じられる。あとは。どこだ、どこだ。わからん。ちょっと別角度から行った方がいいかも。これ、1の後は4なので、多分、1、1、1、1、2、3、4。これ確定だな。1の後2なので、大丈夫でね。この辺りは閉じて。いや、ここは閉じたらダメか。3。ここは閉じられる。ここまでかな？2、1、2、1、1。あ、ダメか。ここ3行って2行くから、ここまで大丈夫。2行って1、2、3、ここも大丈夫。次2、1だからまだ可能性、こことここがあるんでね、両方ともね。一方、ここ1やって2があるからまだできない。ここは閉じても大丈夫。上2なので。まあ可能性で潰していくことも可能といえば可能なんだけど、それはやるべきではないと思うので、パズルゲームでは。2、1、1、2、3、4もいけるしな。ん？どこだ、取っかかりは。取っかかりが見当たらんぞ。あ、そっか、時間制限あるから、あんまりのんびりするわけにもいかない。で、3、2、1だから、3、2は確定。3もうちょっと確定できないか？確定できない。あ、ここ1が、もう、1、1しか左側ないので、終わってるな。ならば、ここ、2。うん、あ、なるほどね、もう、一気に簡単になったと思う。1、2、ああ、いけるか。で、4、4。となると、3、1。3、1。まあ、でも2は確定かと言っても、まだ答えが出てるわけじゃない。1やって、1、2、3。1、2、3、ダメか。まあ、3、ここ確定だな。となると、ここを3で確定したので、で、ここ1個いける。4確定じゃない。ここは閉じて大丈夫。ここは1個確定だな。確定じゃない。あれ？秒数マイナス4。結構持ってかれたね。まあ、2回目のミスだからってことか？ 2、1、1か。ちょっと怖くなってきたな、だんだん。2。次3だから、ここは閉じて大丈夫。ここだな。
ここも一旦閉じて大丈夫。112だから、うん。で、ここ2だから閉じて、真ん中2だからここを閉じて、こんな感じで。ここ2だから2131、終わってるね。13だからここ。んで、11だから閉じて大丈夫。となると、ここ書くって。1414。41って1の可能性があるから。とっかかりがない。1121は終わってる。閉じて大丈夫。ならば、ここに。14だから、ここも確定だな。となると3確定になった。2111、ここ1個。多分ここも1個でしょ。いや、こっち側か。あ、これで終わった。なんだこれ。わからんぞ。骸骨か、恐竜の頭。無事クリア、恐竜の化石。いやーちょっと苦労したな。だんだん難しくなってるのかな。難易度表記とかないけど、多分当然レベル上がるにつれて難しくはなるだろうから。だがこれは簡単だと思う。もうすでにこれだ。横は10マスだけなので、ここは一気に塗って大丈夫。7123456734567、ここまで大丈夫。27だから、ここ7は確定でしょ。ここまで。2、4、2、1、1、1、ここは全部削る。で、ここは全部終わってる。終わったことによって、1、2、3、4、5、6、7。違うな、1、2、3、4、5、6、7。いや、終わってるか。やり終わってる。ここが閉じて、ここも2なので、ここら辺が閉じられる。ここは4なので、ここ行くと、ここが閉じられる。113、ああ、間違った。3なので、ここ2つは開けられる。ここまでかな？うん。ここ閉じたことによって、この辺りが完成。1、5、1、1、2、3、4、5、3、4、5。開けて1、2。危なかった。今間違えて押そうとしてた。となると、ここら辺が閉じられる。2は最低でもここ1つは。で、1、1、1か。さて、徐々に外堀回ってきた。1、1、1。だから、ここは2で、1、2、3。を確定。となると、右側は不要。3は置けないので切っておく。となると3個か。224こうだな。ならば7、これでこの左側も全部一マスのものは上終えたので、これで1111123456、開けて1。うん。で、こっち側もまた閉じることが可能。242となると、こうか。ここも開けられる。さて、上3、2111、11151、12345。こうか。3は埋まった。この場所も埋まってる。2終わって。2終わって。あとどこだ ?1、2、3、4、5。ここも終わってる。ここかな？なんだこれ、顕微鏡か何かか？顕微鏡だね。10分か。もう一つの攻略に5分かかるようになってる。今まで3分とかそれぐらいだったけど。
だんだんと手強くなっている。まずこの盾、そしてここの盾も15、全部塗れる。で、7なので、ここか。他7のところはこっち側。ここからやっていけば大丈夫かな？まず3。1、1がもう終わってる。あーっと今、こう削っちゃったね。電線か何かみたいに見えるけど。電信柱。そうでもないのか。この盾も終わってる。この盾も終わってる。まあ、そうなると簡単だな、比較的。これあと6だな。1、2、3、4、5、6。2、3、4。左側は終わった。んで、ここら辺も全部閉じて大丈夫。ここで1、2、3。ちょっと無理か、まだ。3、3、3、1、2。ここら辺から探っていきたい。ん？確定できるところが少ないんでね。1、1、2、3、ダメか。4もダメ。3、1、1、1、ダメか。あれー？取っかかりがなくなった。まあ、少なくとも、ああ、うん、まあ、ここ2だから、ここは閉じて大丈夫。で、3、確定だな、ここ。え、違うの？あ、じゃあもう3は終わってるじゃん。なんだなんだ？ならば、もう、限定的でしょ。ここは終わってる。あとは1、1。最後これ。犬かな？電信柱につながれた犬とか。そんな感じか？犬と電柱。どういう組み合わせなんだって感じだけど。まあ今はでも3分ぐらいでクリアしたから、そこまではまだ時間かかってないか。簡単だったというのもあるし。まあこれも比較的初手で埋められる場所は多い。んで、ここ11が確定。9。これやったことによって、ここは閉じて大丈夫。1、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これも大丈夫。だいたいこの辺りか。1、2、3、4、5、6、7。2つも開けられる。となると、ここまでは大丈夫。そうなると、ここは閉じられる。うん。まあ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 。そこまで問題になるようなところはない。7。ここまで閉じて大丈夫。3、4、5。んで、ここから1、2、3。4、1、2。うん、ここは確定。こうなると、この盾は埋められる。ここも埋められる。ここ一つも埋められる。ここも埋められる。ということは、この4は1、2、3、4。ここ2つは開けられる。3、4。まあ4確定か。ここも確定だな。今閉じたことによってこの辺りが開けられる。ここも確定。3だからここ確定。ここ1つ開けられる。4で1だからこんな感じか。さて、だんだんと終わりが見えてきた。5だからここやって、うん、ここまで閉じたら、もう1個いけんのかな？これもう終わった。
最後433。ここもう一個いける。あー、なんか狙撃手か何かみたいな感じだと思うけど、ここ3いける。5、最後1個多分確定だと思うけど、あー確定だな。ここやってとなるとこうだから、ここも終わってる。これでおしまいじゃない？いや違うぞ、もう一個ある。あ、ここが定まらなくはないか。これおしまいじゃない、じゃない、ここだ。多分狙撃手だと思うけど、キセル持った人っていうマフィアか。まあまあまあ、わからんでもない。さて5つ目か。ヒントは使わない。一番下の13から埋めていきましょう。ここら辺までは確定で、2行ってから1つ開けて12345678910。ここら辺手がかりに埋められるところは埋めていく。ここ9か、こうか。で、そうであるならば、ここは閉じられる。ここで6なんだよね。12345、6。ここまでは確定。で、ここ多分3の場所だと思うので、ここら辺も隠すことができる。11311。まあ無理か。ここは一つ確定。1112だが、そこまで分かりやすくなったわけじゃないな。あー、打つ手がなくなった。あ、ここだな。1やって2やって12345653456、ここまではいける。で、3ここなので、ここ閉じられる。この列は、この行か、行はおしまい。12345654、ここ一つまた削れる。で、43だから12345、ここまで確定。ここの3も確定で、2なので、ここか。ここ3なので、ここ、ここ。となると、ここは決まる。で、ここ、右3つなので、1、2、3。まだ、確定できないか。さて、ここまで来たのは良いが、ここも確定となると、この下のところ、1つ削って、どういく？ 2、3、4、5、6、開けて1、2、開けて1。全然だな。ここは確定かな？ 3 となると、ここも確定。いや、上の方に伸ばせないな、これ。どうやって上行く？ 2、5、2は？ 2、1、2、3、4、5、開けて1、2、2、開けて1、2、3、4、5、ここまでなんだよね。ここいけるな。ここ閉じられて、ここ開けられる。だからこれ1、2が一番左1があって、閉じてここ2つの可能性もあるから、確定できないんだけど、まあここはでも閉じられるな。それならば、ならば下こうか。あと一つをどこに置くか。で、これをできたことによって、いや、できてないんだよね。確定はしてない。
どこか確定したところがあればいいけど、いやー、なくなった。どうするどうする。でも2やって2やって1やって開けて2やって2だから、これ確定だな、この場所の2は。というわけで比較的楽になったぞ。2やって1開けて2。まだ埋めらんないか。で、ここを確定、ここも確定、あとは1234567、この3つも確定となると11、ここまでか。2やって1234やって、これも確定、ここが終わった。122だからここも終わってる。終わってるんだけど、少なくともここは閉じられるな。となったらここ開けて、上から行きましょう。さて、113なのでここが閉じられる、112なのでここも閉じられる。なんだろう、檻の中に入った犬とかそんな感じこれ。11、2はここ確定か。212122、こっち側も確定のはず。今どこやったっけかな。2、ここは確定、真ん中で2なので2211で、ここ確定したことによって上伸ばせる。ここはもうないでしょ。となるとここ2、最後も2、ここ2で、ここも2、ほぼほぼここだと思うけど、確定できるか。まだ最後の一つがどこだ。まあ、こっち側か。この終わんない。ここね。犬小屋にいる犬みたいな感じに多分なってると思うけど、エマか。なるほどね。神社に願い事書いて飾っておくやつ。14。2行ってからの1234567891、ここまでは大丈夫。これぐらいか。左右対称と考えるんであればこの5も埋まるんだけどね。12345、この3つを削っておきましょう。これならば7いけるか。1234567、ここの1つは確定。真ん中もこうなるならばこれぐらいしか手立てがないでしょう。2開けて12345、ダメか、意味ないか。1開けて1開けて1234567、ここまではやっておける。1111、あとは一つ。この5は確定しないのか。途端に分からなくなってしまった。
予想でやっていこうと思えばいくらでもいけるけど、1開けて1開けて1、2、3、4、5、うん、ここはもう確定だな。ここから伸ばしていきたい。2225、あ、これ確定だ。222、ここまでは確定。ここ4は真ん中開けられる。4、3、5確定で、ここは閉じられるでしょう。ここ1、2、開けて1。ん ?1、開けて1、2。ここもいける。1、開けて1、2。ここもいける。これは、さすがに、こうでしょ。うん、あんまり大きな変化はない。で、ここで1、2、3、4。ここも、それぞれいけるか。1、2、3、4。あ、ほぼほぼ確定した、このあたり。5なので、あと2つ伸ばせる。ということは、ここら辺が削れる。ここも5できてるから、閉じて大丈夫。1、1、2、1、1、2、3。だね。もう確定だな。1やって、1、2やって、1やって、3やって、1、2やって、1。うん。悪くない。で、1、2、3、4、5、6、7。上削れる。右側も。ここが削れる。さて。まだこの5がどっちだかわかんないんでね。だから、あ、いや、確定か。ここは切れるから。となると上。ここまではいける。2、1、1、1。ここまでいった。うん、ここは開けられる。ここ閉じられる。ここも開けられるはず。これでここの5も確定だな。さて、ここ1は確定。なんでこっち側はできてない？ 1、2、3、4、5、6、7。ここ確定で、もう閉じていいのか。これ2、2、ここまでか。1、2、3、4、5。まあ少なくともここは閉じられるはず。となるとここの5が確定。2はここ行かないとダメなので、1、2、3、4、5、6、7、8、9。これで下も終わったね。あとはどこだ？ 5 だのでここ、こうできる。真ん中も5なので、ここ閉じて2、2だから脇両方とも開ける。ここ1。昆虫か何か？これは。1、2、3、4、5、6、7。これ開けられる。2、1、1は終わってる。これ5はこっち側か。で、これは下の方に伸ばして大丈夫。クマ？なんだこれ。あ、多分、カミキリムシ。いや、カミキリムシなんて全然知らないな、具体的には。さて、7つ目。6つの段階で30分ぐらいだから、まあ大体5分ぐらいか、1問。まあ、ここら辺全部埋められるな、比較的。簡単といえば簡単。だから埋める作業がめんどくさい。9、9。まあこれもこんなに難しくないぞ。うん、ここまではいけた。まあ下行っても良さそうだけど。6、3、4、5、6。
んか今頭止まってたな。これ2、1でやんないとダメだよね、どう考えてもね。そうなるとここが埋まる。2、2、1、1、1、1、4はもうおしまい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、この3つは閉じられる。それによってここが1つ伸ばせる。まあこうなると上7か。でそれによってここが閉じられて、この2つが塗れる。となるとこの上の部分は置けないので削ることが可能で、下3あるんで、ここやっときましょう。となると1、2、3、4、5、6、7、8、9、なんだろうな、これボール？宇宙人とかそんな感じ？なんだろうな、これこれなんだ、人の顔？お侍さんとかそんな感じ？いや、ヘッドホンか。あ、なるほどね。なんか顔が真ん中にあること前提で喋ったけど、外枠だけだったね。さて、今回もゼロがたくさんあるので簡単のように思える。さて12、8、1、2、3、4、5、6、7、8、ここまでは大丈夫。これは1、1、2、3、4、5、6、7、8、ここまで大丈夫。2、1、2、3、4、5、6、7、2、3、4、5、6、7、ここまでは大丈夫といったところかな。上1やって1、2、3、4、5、6、7、ここまでは確定できる。これだと1、2、3、4、5、6、7、まあここも埋められるね。埋めた後やって1、2だからここも一つ可能。といったところのように思うけど、1、2、3、開けて1、2、3、4はいけるか。1やって1、2、3、4、5、6、これ4、5、6だけどここ埋めて大丈夫。で、ここ削れるので、少し幅が狭まる。1、2、3、開けて1、2、3、4、5、2、3、4、5、開けて1、2、3、開けて1、2、3、ここまで可能。上が2で下が4、ここが削れる。1、2、3、4、5、6、どこだどこだ。2はこれ上やんないとダメなので、1個削るでしょ。で2、3、4、5、6、7、8、開けて1、2、4、これ左側はもう無理。ここ6、1、2、3、4、5、6、4、5、6、うん、だんだんとできてきた。できてきたのはいいが、この先5やって1やって2だからもうこれ確定だな。ここは1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8で5、ここまでは確定で、2、4だからこれをやってこっち側は削る。となると1、2、3、4、5、6、7、8、ここまでいける。ここはくっつけないとダメ。これ6だから7、ここが閉じられる。そうなると下の方もどんどん埋まっていく。まあ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 、そこまで難しいことにはなってない。最後はここか。今閉じたことによってまた動きが出るはずだが、1、3、8、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、下が埋まった。
5、4、2、2、1。確定1、2、3、4、5、6。ここも確定、ここも確定。2やって3。なんだろうね、これ2、4、6。イチゴか何か？どっちだろう。わからなくなったんであれば別の方向行く。これだな。ここ閉じられる。ここも閉じて大丈夫。ここも行ける。2はここぐらいしかないよね。あと1個どっちだ？こっち側か。多分イチゴだと思うけど。うん。正解。さて、9つ目。あ、それでも1個5分は切ってるので、そこまで遅くはないと思う。14。3開けて10だから、多分ここまでは OK なのかな。で4上からやった方がいいか。ここ9までいける。ここ閉じて閉じて、軒並み閉じる。これ確定だな。でこれ9まではいける。じゃあ左側からいきましょうか。ここ9までいける。さて、ここ7、1、2、3、4、5、6、7。まだもう一個届かないか。うん、閉じられるのはいいんだけど、その後が続かなくなることもあるから。これ6だから、ここまではいける。で、ここが閉じられる。1、3。こんな感じ。3。あ、これ確定化した。3やって。ならば、ここ閉じられるので、この角度からも移動が可能。こうだね。1、2、3、4、5、6、7。さて。ここら辺も埋めて大丈夫。3、2、4。間違えた。ここ埋められんね。こっか、こっち側も閉じて大丈夫。4、2、1。間違えた。1、3。1、2、3で2いけるけど、いや、3は置かないとダメか。2でここは閉じられる。うん。まあそうだな。もうここやらないと、先が続かないはず。2開けて1開けて、もう1個1は開けない。こうか。さて、4。この2が埋まった。これ3だからここ開ける。で、1の後に、もう1個3。ここは終わってるね。だんだんと、終わりかけている。これ2ついける。1、3だからここやらないとダメ。で、これでまたここも埋まってる。こっち側も終わってるね。こんな感じで。ここは3、3、2、1。ここは3。さて、徐々に。3、3、1、2。あとは下の方だけど、これ、違うの？なぜだ、今の。ここ4だから、ここだよね。あ、ここで2になるのか。ここ3か。
CCP、ニュースキャスターかな？もしくはニュース番組。単なるニュースだった。あと3つ。いやでも結構ボリュームあるな。もうちょっと簡単に全部終わるかと思ったけど、ワリオはやらずにマリオだけやって終わらせようかなとも思うけど、どうやらワリオの方が難易度が高いんでね。94であれば、これ確定か？あ、確定じゃない！間違えた！ 9、1、2、3、4。 大ポカやったな。 3、4、5、6、7。 1、2、3、4、5、6、7。こんなところかな。 5、 ここまでは削れる。ここら辺はもう数が足らない。 2、3、4、5、6、7、8、9、10。 こっちもいけるか。 2、3、4、5、6、7。 いけるのはいいけど、そこまでパッとした数字じゃなかった。だがここ11いけるでしょ。11は全部だな。でここも開ける。 1、2、3、4、5 1、2、3、4。閉じて。まだ9は確定ができない。まあさっきのねミスで把握はできてるけど、それをやってしまうとちょっと無粋なのでね、そのままでやってしまうと。1、2、3開けて、1、2、3開けて、1、2、3、4。ここは大丈夫で、ここが閉じたことによって1、2、3、4、5、6、7、ここが開くけど大きな進展はない。ここもいけるか。もう一個、そうなるとここ削れる。ここ削れることによってまた幅は狭まる。ここも削れるな。2だからここも削れる。1やって1、2、3やって1個開けて1、2。まだまだか。まあなんとなくの形は見えてはいるんだけれども、閉じたことによってこの辺りが確定。とはいえそこまで大きな変化はない。3、3。5、6、7。ここまでかな？となるとここ確定だな。1、2、3、4、5、6、7。ここ確定したことによって上が埋まってこの3が確定で、ここ下伸ばしていける。10も今ので確定か。7、5、1、2、3、4、5、6、7。ここはできる。ここも確定。3ができたことによってこの縦ここ削れる。だがここも閉じられるので、ここ3かならば、これなんだろうな。まだ全然全容がつかめない。3開けて、1、2、3開けて、1、2、3、4。ここを開ける。こっちがダメ、ここもダメ。1、1で終わってるので、この辺りも全部完了。いやー全くわからん。これなんだろう、電球とか。でもちょっとそれにするには、まあ、電球の可能性あるか。まだ左が終わってないもんね。終わったら電球になるかもしれない。4やってるのでこんな感じで、もう一個4。ここか。3、3、3は終わってる。2、2。ここ1、1。ここしかないもんね。電球のように見えなくもない。いや気球か多分。緑色ってのも分かりにくかったけど、一緒に木かと思ったけどね。
さて、あとわずか。俺は縦一直線が2つある。右側の2はもうほぼほぼここのことでしょ。となるとここの4が確定だな。6554。んでこっち側も埋めることが可能。ここの2が終わってる。ここの2も終わってる。3、5は確定したので1開けて123、さすがに届かないか。5やって、1開けて12345、ここいけるな。5をやって開けて12345、ここまではいける。3444だけど、まあここ開けられるか、上も開けられるか、確定はできないか。うん、7か。12345677、ここまではいける。もう角取ってるんで、ここら辺確定ができる。こんなところかな。あ、ここ0じゃん。なるほどね。となると、ここ、横4なので、この2のところは埋められない。さて、で、この縦も。あとはどこだ？ここ、こっち側が埋まる。3確定、2は置けない。となるともう4はここしかない。うん、ここら辺はおしまいかな。全部ここも終わってる。徐々に狭まってきた。ここは終わってるね。ここ一つで、こっち側も終わった。ここは2は入らないので削っておく。44だからもうここの4確定だな。となるとここは削る。でここの4も確定だな。2は入れないところは削っておく。うん、212、123、あとこっち側、ここは大丈夫。ここも置けない。22でここ一つ置く。うん、でここ52、あとここどちらかだと思うけど、こっち側か。あともう一つ、ここ完了。これは全く分からんぞ。サッカーか何か？さすがに違うか。なんだこれ。あ、ゲートボールか。ゲートボールね。当たり。いや、それは当てるゲームじゃないんだけどさ。ついつい当てたくなる。さて。ラスト。比較的やりやすそうには見える。11。ここまで大丈夫。2やってから、12345678910111。ここまでならいける。まあ、それよりか、ここをくっつける形でやっていった方が早そう。6、5、規則正しいなんか並びになってるけど、まあ、そうでもないか。これ最後1確定だな。となると、8は全部下を埋める。9まではいける。77、下はここ閉じられる。4はここ入らないから削っておく。となると1234、開けて12345、この2つは開けられる。またこっち側から見ていきましょうか。下、最後にはここ確定だな。ここも開けられる。右下も確定。となるとこの2つは閉じる。左側確定。
個も確定。結構狭まったんで、1,2,3,4,5 開けて1,2,3,4 2,3,4 開けて1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 7,1,2,3,4,5,6,7 4,5,6,7 まあここら辺まではいける。というかここは閉じて大丈夫、ここも閉じて大丈夫、ここも大丈夫となると比較的楽になったように思う。こっち側ももうないので、1やって4だからここまでは1,2,3,4閉じて大丈夫。1やって3、2やって2だからここまでは大丈夫。さて狭まってきたけど確定情報が出ない。これは入れないでしょ。もう2なのでここ閉じて大丈夫。1は確定だな。ここ同じだと考えるとアルファはここだけど、4,4,1,2,3,4 あ、まだまだ無理。3,1,2,3 ん？違うな。あ、無理か。無理でやることはわかる。1開けて1,2か。まあ、ここは少なくともダメ。6,1,2,3,4,5,6 3確定出たね。1,2,3,4,5,6,7 4も1,2,3,4 ここいける。ここ閉じて大丈夫となると3は、うん、ここも確定が出た。こっち側も閉じて大丈夫だな。こうやって狭まってくるとね楽しいけどね。ここ1個閉じて大丈夫。2,2,1だからここも終わったな。こっち側1,1,3,2,1,2,3,4,5,6,7 3閉じて大丈夫。4,5閉じるならば上行く。右側全部潰すことができてここ1つ。これもまた模様はよく分からんけど終わんないか。これなんだ。全然わかんないんだけど、ノコギリか何か、ハンガー。いや人がいて手挙げてるのはわかる。エスカレーターか。さすがにこればかりはわからん。ということでまた一つクリア。レベル5の問題はすべてクリアされました。次のレベルに挑戦してください。というわけで、6、7、次やっていきましょう。またご覧いただけたら幸いです。ではでは。